大井座王権現神社は、東京都品川区大井にある神社。正確な創建時期は不詳だが、平安末期に創建された言い伝えがあるという。江戸時代、江戸の町に火事や薬病が流行った時、この地域は、大井村の権現神社の天狗のおかげで無事だったと、される。その後、人々は天狗に感謝して、権現神社のお祭りには太鼓を叩いたり、 天狗を祀った御腰を担いだりしてきた。今ある、大井権限大鼓の発祥はその時の名残である。毎年8月下旬の土、日に、大井町駅前で行われるでも披露される。江戸後期に編纂された、新編武蔵風土機構には、蔵王権限社、村の北の方にあり、祭例毎年9月3日新種を供す。このシャールにより、この辺りを、 県現代と呼べりとあり、元の社地であった、現在の品川区広町二丁目 JR 東京、総合車両センター付近が、旧地名である、大井権現代の由来となった。1991年に始まった巡礼札所として、江原七福神の一つ福六樹も祀っている。大井座王権現神社、神社と御朱院。2019年11月22日閲覧。 大井座黄金源神社、東京都品川区、御朱印神社メモ、2019年11月22日へ閲覧、大井座黄金源神社の例祭、品川区ホームページ、2019年11月22日へ閲覧、新編武蔵風土機構大井村座黄金現社、ありがとうございます。